すごいね、この目いらっしゃい。秋葉原ナウです。どうも。あれ、岩本町ってどこだっけな。はい、どんちは。パソコンの見積もり出したよ。パソコンの見積もり50万だった。ベクトレジャーでした。50万。自作 PC すげえな。50万。あれ、岩本町ってどこだ。岩本町ってどこだ。反対じゃん。反対だわ。逆だわ、逆。間違えた。とりあえずドスパラっていうパソコンの見積もり出したのと、アルファ7修理出した。アルファ7はね、明日ね、治るって。センサーのゴミだから、あのクリーニングしてもらう。いやマジでへこむわ。また明日秋葉原来ないと。あれ、タバコ吸うのってどこだったっけ。タバコ吸える場所、あれ、こっち合ってたっけ。あれ、場所分かんなくなってきたよ。あれ、岩本町ってどこだ。分かんなくなってきた。迷子だわ。うん、カメラ機材じゃなくて、カメラの修理と、修理っていうか掃除、クリーニングに出したのと、あとハイスペック PC、 編集用のパソコンの見積もり出してきてもらった。高え。
さすがに30万だったらどうにかなると思ったけど、50万は遠いな。届くのじゃあお待ちしてます。端から端まで。こんなパソコン高いと思わなかったよ。いいよ。30万じゃあ50万、えぐいよ。いや50万はもうビビるよ。では岩本町どこだ。岩本町どこだ。迷子だよ迷子。どこだろう。タバコ吸えんの。最悪だよね。50万だって。2台にすればいけ。一緒吸って何。はい、渡す。うん。Windows。Windows、Windows。あれ、どこだったっけ、岩本って。どこだったっけな。あれ、場所わかんなくなってきたよ。新しい PC 見積もり出してもらったら50万だって。これ神田川、これ今万世橋ってとこにいるんだけど、これ神田川かな。制作は Mac、 いや Mac を買うつもりはないね。今のところマックを買うつもりはない。歩きタバコなんかしてないけど、そういう決めつけのコメントやめろよ。マックはね、タワーのやつ買ったとしても型落ちだから、結局5年前の。っていうか i9 ってないんだね。 CPU の i9 って今出回ってないって言われたよ。もう絶版なんだって。工場自体作ってない、品切れだって。なんか AMD なんとかっていう CPU、これがね CPU だけで11万6000円だって。 AMD なんとかなんとか、真面目に仕事って、仕事するほど俺生活困ってないもん。万世橋だねここ。この CPU だけで11万で、ここを妥協することもできるけど、 i7 に妥協することもできるけど、 i7 はおすすめしないって言われた。ギリギリだって。うん、面白かった。あーちゃんコメントに感想書いてよ。面白かったよってコメント欄に書いといて、あのコメント欄、 YouTube のコメント欄に面白かったって書いてもらえる、すげえ嬉しいんだよ。左折ありがとう、花火ありがとう。いや彼女も全然困ってないけど、生活。いや今ねあれカツ屋でカツ食った、書いといて。きついよね。はいはい、猫の目いってらっしゃい。万世のカツサンドがうまいんだ。腹減ったからカツ屋に入っちゃったよ。寒いよ。はい、いらっしゃい。
風邪ひかないように、うん、ありがとう。俺が使ってるのダヴィンチリゾルブだからちょっと重たいんだよね、アフターエフェクトとかプレミアよりも。同い年なんだって。1977ってお前ババアじゃねえかよ。俺と同い年じゃねえじゃねえかよ。誕生日書いてあるんだ1977って。クソババアじゃん、クソババア。なんで見え張るの、爆笑でしょ。 ID に書いてあるよ1977って。クソババアじゃん。半袖だね。ありがとう、フォローありがとう。参ったな、50万だもんね。俺はクソババアは嫌いだから、優しいババアが好きだ。優しいババアが。はい、こんにちは。ありがとう、アイテム。ウイスキーマニアさん。入ったね。見積もり。ニンニは優しいババアだから。見てよ。484,628円見積もり。4628円だよ。あ、じゃあ4000じゃねえや。48万だよ。用途 ダヴィンチでの動画編集、ニコニコでの生放送。きついよな。30万で余裕で組めると思ってたら大間違いだったよ。まあこ、たっけーよな。えぐいよね、デスクトップ。あ、これくらいのスペックがないと動かないって。スペックめちゃめちゃいい。見る。CPU が AMD なんとかで、これが11万、マザーボードが67000、これは何だろう、 CSR なんか16メモリ、 1TBSSD1TBSSDOS CP クーラー PC ケース。グラボはどれなんだろう、グラボはどれなんだろうな。グラボが書いてない。ビデオボードかな。ちょっと どこだかわかんねえな。ビデオなんとかが5万7000円って書いてある。ほぼ50万だね。まあこれがあれば動ける。メモリは 16×2 って書いてある。 8GB×、 ん？ここだな。 18,420円。いや、これ手数料が2万なんだって。組んでくれるのが2万だから、だから実際は何だろう、まあ50万かかるんだよ。ドスパラっていうところ。いや、経費では落ちるよ。あれ、橋渡ったら左だっけ。橋渡ったら左、うん。荒野の剣関係あるんですか。ごめんなさい、質問の意味が分かんないです。荒野の剣って何すか。荒野の剣って、ね、これか、万世名物。経費では落ちるけど、そもそもお金がない。 CP
CPU が妥協したら i7 にできるけど i7 はおすすめしないって言われた。あの動かないってギリギリだって、だから放送と併用することは無理だって言われた。でこの AMD なんとかってやつは今出てる一番いいやつで、これがあればもう余裕で動くって言われた。おでん缶の自販機見なかったな。いやドスパラ、うん、市販だと60万レベルだ。じゃあ10万円ぐらい安くなってるんだ。12万ぐらい安くなってんだ。あこんなに高いとは思わなかった。30万で余裕だと思ってて、25万ぐらいだろうと思ってたけど、まさか倍だもんな。1年かかるね。1年2年かかるね。きつ。はい。放送と併用しなくても i7 だったらギリギリだって、要はあんまおすすめしないって。だからどっちにしろ CPU 削るとしたら CPU。 ああコメントありがとう。そうだね、 YouTube の編集とか動画編集だね。動画編集えぐいよな、まあ、世界で活躍するには買うしかないよね。 4K の編集はしないよ。俺はフル HD だね。フル HD 動画はね、 Mac 強いよ。 Mac 強いけれどもMac のスペックで買うと80万ぐらい、このスペックは多分。Mac をここまでバージョン上げちゃうと80万ぐらいじゃない。だから Windows でやった方がいいと思う。多分ね。どこだ？岩本町がないな。岩本町駅がないよ。どこだろう。左だよね。万世橋渡って左に行ってるんだけどないな。どこ？迷子だよ迷子。いいパソコン高いね。まあだから50万を取るか、毎日6時間捨てるかっていう。あった、ウェブカメラついてないよ。お金かかるね。カメラ買ったらなんとかなると思ってたけどならねえな。まあ秋葉原面白いね。なんか安くて面白いパソコンのパーツがいっぱいあるから。なんかアマゾンで2万円で売ってたキーボードが1万円で売ってた。なんか秋葉安いわやっぱ。分割払いはあんま考えてないかな。分割払いとかローン組むのあんまり好きじゃないんだよね。借金は嫌いだ。うわかっこいい、ドローンとかヘリコプターとかがある。すげえかっこいい。ハードディスクは1テラの SSD が2つって書いてあるね。1テラの SSD が2つって書いてある。あの Windows を動かす方と
なんて言ってたかな、あとなんかあの記憶するところ、あ、岩本町着いたわ。どうしようかな、雑談ここで少しやっていくか、家帰って雑談やるか迷ってんだけど、はい、どうしよう、家帰ってゆっくり話す。また明日も来ないと、こっち俺はブラックだからそもそも無理だね。どうしようか、家帰ってミーティングするか。家帰ってミーティング、じゃあ今から家帰るから30分ぐらい待ってて、30分後に俺の家で放送で、今後この50万のパソコンをどうするのかっていう配信会議を開きます。配信会議を。じゃあそれじゃあ皆さん電車乗るんでお疲れ様です。また後で。お疲れ様ぐらい書こうね。配信始まったらワド2って書いて、終わるときはお疲れ様ぐらい書きましょうね皆さん。最近マナー悪いよみんな。挨拶大事だよ、挨拶。